機動戦士ガンダム UC エンゲージ。はい、皆さんどうも、テントモです、というわけで今回は包囲網突破戦をやっていきたいと思います。まあ一旦ね、すべてのステージをやったんですが、コンプリートがまだできておりません。やはりエクストラ2が最難関ステージということで、ここがまだ星一つもついておりません。 5,6 回やったんですけどね、全部紫キュベレ短期でここまで来ました。紫属性の MS1 機のみ、高機動カテゴリーの MS1 機のみ、そして UR、ね、これが全て当てはまるのがキュベレ、まあ、他にもいますけど、最もクリアしやすい機体がキュベレだと思ったので、はい。で、僕のキュベレは貫突、そして艦長ってことで、で、兵装強化も、まあ、クランバトルの時は脱がしてましたが、アリーナ用にまた兵装強化、しっかりしたので、余裕で一発でクリアできると思ってました。それがなんとね、5回6回やってもまだ50機以上撃破できません。生き残ることは余裕なんですけども、50機に届かないんですよね。46機とか47機で毎回終わってしまいます。で、先にクリアしたクランメンバーの話を聞くと、上振れが存在するみたいですね。そう、ずっとクリアできなかったのが急にクリアできたっていうキュベレでってことなので、まあ僕もね、何度もやってたら、繰り返しやってたら、多分、どこかで50機以上撃破すると思うので、まあ大丈夫だと思うんですが、にしても難しいですね。僕の貫突、艦長、兵装強化かなりやってるキュベレで、そう簡単にクリアさせてもらえないということなので、難易度はかなり高いのかなと。で、キュベレ以外の機体で、どうだろう。紫高機動は、僕の手持ちだと5機しかいなかったですね。シスクード。ちょっと見てみますか。はい、こんな感じで、キュベレ、シスクード、エンゲージゼロ、サイコミュ試験型。で、ガンダムピクシー、初期配備型、ガンダム F91。ってことで、この5機が2つのカテゴリーが当てはまる機体ですね。2つのカテゴリー、色とカテゴリーが当てはまる機体ですね。まあシスクードはもしかしたらいけるかもしれない。兵装強化次第、突次第。ただそれ以外はちょっと厳しいですかね。これなんかは配布機体ですし。で、そもそも EX スキルが敵全体ダメージではないので、50機にはちょっと到達は、まず不可能。で、他のこのガンダムピクシーも敵単体。で、このガンダム F91 も敵単体ということで。なので、紫高機動だともうキュベレーかシスクードですね。で、キュベレーの方が、まあ、クリアしやすいと。ただ貫突、艦長、兵装強化かなりやってるキュベレでもクリアがなかなか難しいということなので、で、まあ今回のイベント会社のガンダムプラス G ファイターでも多分無凸とか、でもまあ無凸でも艦長すればいけるかも。まだ性能見てないので何とも言えないんですが、はい、ということで、あとは、だから、とりあえず、高機動を消して、紫だったら、紫だけでもちょっとキュベレーじゃないと厳しいか。この辺も敵全体じゃないですもんね。全部単体なので、厳しいですね。紫、キュベレーとシスクード以外だとちょっと、黒ボンもまあ、EX スキル敵全体じゃないからな。ちょっと厳しい。キュベレーかシスクードでしょう。はい。
では、紫ではなくて、ただの高軌道だったらどうなるのかなんですが、まあ、高軌道だとちょっと選択肢が増える。V2 ガンダムとか敵全体ダメージなので、V2 もまあ、突具合と兵装強化次第でもありますが、V2 もいけるかもしれませんね。はい。ただそれ以外ちょっとも難しいんじゃない？ それ以外、多分、敵全体ダメージがそもそも貴重なんですよね。これでもやっぱりキュベレーかシスクードかってなると思いますね。バンシーノルン、ねえ、単体だからな。どんだけ早く EX スキル発動しまくっても。EX スキル発動しまくればいけるかもしれないのか。そうか。いや、でも敵全体ダメージがやっぱり肝になりますよね。はい。ということで。まあ、なので今回も、まあ、包囲網突破戦あるあるですが、持ち物検査官があるんじゃないかなと。はい。ということで、僕の場合はもうキュベレでクリアするしかないので、あとは、まあ、兵装強化、ちょっと変えますかね。今、アリーナ仕様になってるので、今は、回避31%の攻撃力21%だったと思うので、これを攻撃に全振りしたら変わるか？変わるかな？ちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで、兵装強化。ハロプロの力で無料で再振り分けやっていきたいと思います。やっぱりね、どのイベントも、ね、クランバトルは特にそうでしたが、ハロプロのリセット無料が偉大すぎますね。どうしても無理だったら、本当に他の機体も全部リセットして全部つぎ込めばいいだけですからね。まあ、とりあえず回避は大丈夫と信じて、はい、これでやってみたいと。で、他は、こことここやってるんですが、どうかな。命中は、大丈夫なんだったら、威力に振ったりしても。多少威力に振ってみるか。こっちも。まあ、微妙な変化ですけど、とりあえずこれで。やってみたいと思います。はい、それではね、再びチャレンジしてみたいと思います。今度こそはクリアできるか。キャラクターはハマーン様、一突ハマーン様。そして今回から包囲網突破戦サブ MS を、つけることが可能となっております。で、まあ、一番合ってる機体をつけてるつもりですがね、同じタイプの。ただ、まあ、凸はそんなに、ね、二凸なので。で、こちらは貫凸ですが、レベルマックスにはしてないので、カスタムもね、低いので。まあ、でも一応最適な機体かなとは思っているので。はい。では、いきましょう。はい、配置はここかここでやってますね。はい。では行きますか。では、50機頼む、キベレ。実況をしながら
録画しながらだとクリア説、クリアできる説実現させたいが、どうでしょう。火力を高めた恩恵は出てますか。どうかな。あんまり出てないな。60秒過ぎて、これは60秒の時点で30機とかいってないと厳しいんじゃない。まあ25機か。あー厳しいな。あ40、同じですね。46、全く同じ展開。これはもう完全に上振れ待ちでしか無理なんじゃねって思ってしまいますね。うん、これはちょっとな。厳しいですね。キュベレ以外、いやーシスクード、まあシスクードに兵装強化ぶち込むこともできますけど、無理だろうな。超越もないし、突も一突だし。でシスクードの場合はキュベレだから生き残ってるけど、シスクードの場合は生存力も高めないとダメかもしれないので、なのでまあかなり難しいエクストラ2ですね。貫突貫長キュベレ持っていてもこんな感じなので、はい、まあ、ハマー様も貫突とかだったら簡単かもですが、もう一回やるか。今回の報酬です。はい、ということで再び挑むにあたり、今回ちょっとサブ MS を変えてみました。エンゲージ0からこの紫ゼータ、まあ汎用タイプではないんですが、クリティカル率を高めてくれる、若干高めてくれるの で射撃ダメージも上げてくれるので、どうかな。パラメータを上げるのはさっきのエンゲージゼロの方が全然良かったんですが、どう影響するか。あ、EX ゲージもね、早くなるので、これでできなかったら終わります。もうあと上振れ待ちって感じですね。はい、では、やってみましょう。さあキュベレーカメラでいきますか。どうかな。クリティカル、射撃ダメージ、 EX ゲージ回復、どうだ。60秒で25機いければ、あ、いけるかな。さっきよりいいぞ。さっきより5機ぐらい多いので、あー、これはサブ MS をいじったことが功を奏したかもしれん。あ、いけるんじゃないこれ。ゼータガンダムありがとう。もしかしてゼータのクリティカルと射撃ダム、おっしゃ、51、一郎フィニッシュ。やった、サブ MS。 あ、紫ゼータいいな。変わるね。多分変わったと信じよう。上振れではなくてサブ MS をいじったことでクリアできたと信じたい。はい、やりました。一応ラストチャンス、動画的にラストアタックのつもりでやったんですが、クリアできました。いやー、よかった。あー、ゼータに変えてよかったです。はい、結構違ってくるかもですね。まあもちろんたまたま上振れかもしれませんが、はい、ということで、まあちょっとした参考にしてもらえたらなと思いますが、貫突貫長そして兵装強化ね、結構やってる上でなので、そうですね、クリアできないっていう方がまた結構出てくるんじゃないのかな、どうかな。はい、ということでとりあえず、今回はこんな感じで終わりたいと思います。